はい、今ダイハツのブースにいます。ダイハツの先行技術開発の三島さんにおいでいただいて、ここに実はちょっと個人的にすごく気になってるエンジンと燃料電池があるので、その話を伺ってみたいと思うんですけども、石井君と2人でちょっと突っ込んで聞いていきますが、はいはい、フランク東京と自動車ショーを見て、実は2人とも密かに思ってるのは、フォルクスワーゲンの2気筒ディーゼルと、はい、このダイハツのガソリン2気筒、はい、これがなんかこうエコカーで EV とか、プラグインとかそっちばっか見てますけど、はい、ピストンエンジンで言えばワーゲンの2気筒ディーゼル、ダイハツのガソリン2気筒、これがなんかね渋いテクノロジーじゃないかな。そうですね、ちょうどフランクでフォルクスワーゲンを取材してた時に、清水さんが、どれぐらい気筒数、気筒あたりの排気量を下げられますかという質問をして、300cc だとガソリンエンジンではで、ディーゼルは400、はいはい、うん、だガソリンはほらラジコンのエンジンがあるから、ちっちゃくする方には、火花飛びやすいんだけど、でかいピストンだと、火花が火種が届かないじゃん、はいはい、でディーゼルがちっちゃくできないのは自己着火だから混ざる時間がないのかな。そうですね、なんかお互いに限界点があるんだよね。そうですね、で時代がダウンサイジングというならば、まあどこに限界点があって、であとはかける気筒数でいくかなと思ってたら、ワーゲンが2気筒出して、ダイハツが2気筒出したから、これだと思ったわけ、向こうにいるときに、じゃあ日本の軽自動車660で3気筒っていうのはちょっとちっちゃすぎないかという話をしてたんです。220だからやっぱじゃあダイハツあたり2気筒やるだろうなんて言ってたら出てきちゃったと。はい、ありがとうございます。東京で見れたと。燃費から考えていって新エンジン新設計という枠の中で考えると、まず気筒数はどうなんだというところから始まりました。ですからいろいろそれ以外にもデバイスはついておりますが、まず基本構造の中でエンジンの熱効率を良くするためには、しかも660という枠の中で考えると2気筒だということが現在の我々の一つの回答だと。で直噴火球してるからワーゲンの TSI みたいなもんですよね。はい、で少しだけ違うのは、彼らはダウンサイジングということで大排気量のものを排気量を落とすためにターボを使っています。我々は排気量は変えてませんので、 EGR をたくさん入れるためにターボを使っています。というとノンターボ、いわゆる NA エンジンですが、ピストンがこう上がって下がって吸気工程で、ガスを吸い込みます。その中の限られたガスの中に EGR ガスを混ぜて使います。これは火球することによってターボ その火球圧で空気を押し込みますので、ポンプ損失を減らすというのは狙いは、ポンプ損失が一つです。でもう一つは EGR を使いますと温度下げると、はい、燃焼がゆっくりになりますので、対ノック性が上がると思います。それは酸素濃度が下がる、そうですね、酸素が少なくなって、EGR という燃えにくいガスが周りにありますので、燃焼が緩慢になっていくという、それは日産の出したポスト新潮機で MK 燃焼という低温燃焼をやってますよね。 はい、あれもかなり EGR で燃焼温度を下げて、ノックスを下げてる、はい、だから結局近いような技術をやってるんですよね。そうですね、考え方はよく似てますね、はい、とにかく世界に辞書を引いても何にも出てないものがここに出ちゃったっていうことがすごくて、はい、発電をするスタックにですね、全く白金を使用してないという部分が、まず白金がいらないという発想からこれが生まれたというふうに考えていますか。そうですね、従来の水素タイプの燃料電池ですね、先ほど申し上げておりましたように電解質膜にですね、水素イオンが移動するタイプになっております。で、従来ですね、この水素タイプというのが主流で各社さんやっていただいてたんですけれども、それをですね OH マイナスを伝導することにした場合どうなるかという発想から、まずこの開発というのはスタートいたしました。だから逆側から来てるんだよね、うん、はい、そうですね、うん、問題点があるから、そうじゃなくて燃料電池でいうと水素の原子が電子を一つ放出した状態で向こう側に行くんだけど、向こう側に行って酸素とくっついて水と熱と電気が出るんだけど、その反応の反対側から、そうですね、 OH マイナスイオンが、到達しまして、ハイドラジンハイドレートが反応することによって電気が生み出されます。陽極と陰極の反応を逆側から見ているようなやつだっていうのがまずポイントだよね、はい、で白金がいらないと、はい、そうですね、いらないってことは反応しやすいってことですね、はい、そうですね、まずですね、水素タイプの燃料電池で白金が必要な一番の原因というのは、やはり強酸性の環境になるというところからですね、電極触媒に耐触性が求められます。
それによって白金、触媒性能を持ちかつ耐食性の材料といいますと白金ということになるんですけれども、こちらのようなアルカリ環境 で, です、ね、発電する場合といいますとそこまでの耐食性は要求されませんので、例えばニッケルとかですね、コバルトといったような安価な材料が電極触媒として使えるといあのイオン交換膜が、ね、中にスルホキ酸という酸基で、はい、おみこし担いで陽子を運んでいくというのがあの中で行われている話なんだよね、はい、それが酸が強いからあの電極が腐食しちゃうので、はい、白金を使うという、はいはい、とその反対側が来るとあの、スルホキ酸じゃないから、はい、アルカリ系なんで、はいみこしを担いでも、はい、ひどくしないと、うんまあ、ここまでいっぱいいっぱいです ね私のところまでいやもう僕はついていってなかったですから、まあ、電極に使うような材料ですね、はい、コバルトそうですね電極に使う場合、はい、現在の指標できますとですね、はい、白金はだいたいグラムで4000円を超えるようなものなんですけども、はい、例えばニッケルコバルトですね、はいグラム数円といったレベルになりますので、うんはい、電極触媒に、うん使う材料がですね非常に低コストに抑えられるということも考えられます。あの素朴な質問 なんでトヨタグループなのにトヨタがやってないものをやっちゃってるの、はい、そうですねやはりあの軽自動車にふさわしい燃料電池というところを考えた場合にですねトヨタのやつは高すぎるんです。そうですね白金をまず使うということも、まあ、軽自動車に燃料電池を積む場合にはやはりコストを下げるためには、はいやはり違うものを使っていきたいと。じゃああのタンクでまあ40リッター50リッターぐらいですか。そうですね、現状こちらのあのベア写真のモデルですと50リッターのものを積んでおります。50リッターあれば、はいまあ400キロとかそれぐらいは走れる。そうですね、あの最終的にはやはり一般的な水素燃料電池ですとか、はいはい、そういったものと同等の航続距離というのはやはりあります。違う燃料電池を作ってるんじゃなくて水素キャリアから入ってきてるんだよね、うん、常温液体から行って液体のまま使う常温液体で水素っていうのは難しいのよ、うんはい、昔だからメタノールでやったり、はいはい、で水素液体にするとマイナス260度ぐらいにしなきゃいけないでしょ、うんはいはい、あそこが 着眼点なんです ね液体燃料としてはやはりそういったところが着眼点で、ちょっと分かった気がしました。ちょっと調べます、はい、勉強します。すみません、もういっぱいいっぱいで。まあでもすごいですね。すごいあの何がすごいって、世界の誰もやってないってところがすごい俺は、はい、俺に言わすとね。